2022年3月、グランドキャニオン、アンテロープキャニオン、モニュメントバレー第6章、3月11日金曜日、砂漠温泉へ。11日の朝は快晴。昨日、雨のボートツアー、今日だったら、コロラド川、奥のメソはスリーピングインディアン。最高峰はハンフリーズピーク、標高3852メートル。アリゾナ州で一番高い山です。砂漠温泉のアザーパームホットスプリング、紺碧手のひら温泉。ユタ州パウエルコーリゾートより840キロカリフォルニア州砂漠温泉へ。国立保養地パウエルコーリゾート。7時、朝焼けのパウエルコワウイープ湾です。快晴の朝、水も空もまさに絶景。昨日雨模様のボートツアー、今日だったらどんなに良かったか。8時20分、国立保養地パウエルコリゾートとお別れです。8時32分、快晴の朝、パウエルコワウイープ湾、まさに絶景。昨日のボートツアー発着桟橋です。ワーウィープマリーナ、奥のメサはスリーピングインディアン。米国第二の高さを誇るグレンキャニオンダム。コロラド川、川の長さは2330キロメートル。ワーウィープオーバルックへ。
ワーウィープ・オーバルックはワーウィープ湾とコロラド川を俯瞰する丘の上。8時42分、快晴の朝、国立保養地の絶景です。パウエルコ最大のマリーナ、ワーウィープマリーナ。グレンキャニオン断橋です。8時56分、130万キロワットの発電量を誇るグレンキャニオンダム。このダムが作ったパウエル湖の貯水量は27兆トン、琵琶湖の1000倍。ダムの高さは216メートル、幅は475メートル。US89 国道89号線です。パウエルコリゾートより30キロメートル、残り810キロメートル。9時27分、
パウエル湖リゾートより40キロ、残り800キロ。アンテロープパスビスタ、コロラド川、その奥にカイバブ山地を俯瞰。9時28分、画面奥にカイバブ山地。割れ目はコロラド川。US89 国道89号線を南下。 US89 はアリゾナ州のフラッグスタッフからカナダ国境まで全長 2015km、 愛称ナショナルパークハイウェイ、国立公園ハイウェイです。米国西部の7つの国立公園を結び、さらに14の国立公園にアクセスできます。ドライバーチョイス世界ナンバーワンに評価された道路です。9時54分、アリゾナ州フラッグスタッフの北50km ほど。10時30分、前方の山並みは旧火山サンフランシスコ山塊。最高峰はハンフリーズピーク、標高3852メートル、
アリゾナ州で一番高い山です。10時40分パウエルコリゾートより180キロ、残り660キロ。サンフランシスコ山塊ハンフリーズピーク、標高3852メートル。10時46分US89 を時速125キロで南下中、渋滞知らずの田舎道、順調です。道路の標高は2000メートルほど。10時51分、シュガーローフマウンテン。道路面からの高さは800メートル。道路の標高は2090メートル。アリゾナ州フラッグスタッフの郊外です。サンフランシスコ山塊の第二峰アガシーズピーク、3767メートル。アリゾナ州フラッグスタッフUS89 から I-40 週間高速道40号線へ。11時3分、全長2015キロ、米国縦貫道 US89 の最南端です。パウエルコリゾートより200キロ、砂漠温泉へ、残り640キロ。I-40 週間自動車道40号線です。11時過ぎ、フラッグスタッフのデニーズで昼食。11時過ぎ、フラッグスタッフのデニーズで昼食。12時9分、再び I-40 週間高速道40号線へ。I-40 を推進中、ココニーの国有林です。米国には155の国有林があり、面積は76万9000キロ平方メートル。これは日本国土の約2倍、テキサス州の面積とほぼ同じです。道路の標高は2219メートル。
12時31分、ビル・ウィリアムズさん。道路の標高は2180メートル。週間高速道は物流の大動脈、たくさんのトラックが走っています。フェデラルエクスプレスの2連結トラック、週間高速道の常連です。ピカッチョビュート2183メートル。ハウエルコリゾートより320キロ、砂漠温泉へ残り520キロ。 I-40、 この地区の愛称はパープルハートトレイル高速です。パープルハートは戦死または負傷した人への米国軍人賞、勲章です。時速150キロで追い抜き加速。アウエルコリゾートより390キロ、砂漠温泉へ残り450キロ。13時32分、ティンマウンテン1803メートル。ソルド、愛花組、新車でしょうか。キングマン通過。13時55分、アウエルコリゾートより460キロ、砂漠温泉へ残り380キロ。君の中には君じゃない。
昔のような思い出も少し歩き続けて、どこまで行くの？風に尋ねられて、空を見る。州境を通過、カリフォルニア州です。ニードルズのマクドナルドで小休止。山岳時間14時45分から太平洋時間13時45分に変更。14時22分 I-40A パウエルコリゾートより560キロ砂漠温泉へ残り280キロ。14時39分、ピケロー・チョーラ・ガーデン、アユート山脈。I-40、この地区では愛称、ニードルズ・フリーウェイ。14時41分あなたがいつか話してくれた岬を15時19分I-40 を降りローカル道路へ。ケルバカーロードをなんかバカではありません。ケルバカーロード15時21分パウエルコリゾートより650キロ砂漠温泉へ残り190キロ。幸せそうな人々たちと岬を回る一人で僕は砕け激しさであなたをもっと。ウィンディーポイント、強風崎、不思議な名前がついています。岬巡りのバスは
走る僕はどうして生きて15時28分人気もなく対向車もほぼゼロの荒野をひたすら前進5時44分パウエルコリゾートより700キロ砂漠温泉へ残り140キロ15時44分白い土手は塩化カルシウムの採掘場太古の昔ここは海でした溝を掘り水を入れると塩分が染み出すそうです15時56分パウエルコリゾートより728キロ砂漠温泉へ残り112キロ15時56分スイープホールマウンテンズ羊の穴3階1057メートル女子アツリー国立公園の北にあります山々はかつて先住民ナバホ族の狩猟場でした16時28分パウエルコリゾートより776キロ砂漠温泉へ残り64キロ16時28分州道62号線愛称は29パームスハイウェイ29パームス直訳すると29の手のひら16時37分砂漠温泉へ残り50キロ前方の山の上はサンバナディーノ山脈最高峰はサンゴルゴニオ山3506メートル進行方向左側ヨシアツリー国立公園の北端家ほどの大きさの岩石でできた山です16時55分ユカバレー砂漠温泉へ残り40キロ町の名はユカバレー人口2万標高1024メートル砂漠天の街路樹町中にもジョシュアツリー17時1分砂漠温泉へ残り30キロ冷たい雨の日は前方の山並みは山ジャッキント山泣きたくなるけど
17時11分沢湖温泉へ残り16キロ。人生は捨てたものじゃない。アームスプリングスの風力発電機群が見えました。17時15分。デザートホットスプリングス砂漠温泉、奥の丘陵はジョシュアツリー国立公園の東の端です。17時20分砂漠温泉のメインストリート、ファームドライブ。ファーム、ヤシの木、ファームドライブ、街路樹は道の名ヤシの木です。17時20分、840キロを走破。今夜の宿まであと200メートル、頑張れ。ハシエンダーアベニューを西に100メートルほど。今夜の宿、アザパーム温泉リゾート。アザは紺碧、パームは手のひらです。2022年3月グランキャニオン、アンテロープキャニオン、モニュメントバレー最終章。3月12日土曜日、砂漠温泉、終日温泉三昧。部屋のお風呂、風情はありませんが源泉かけ流しです。窓の外にはバレーとサン・ジャギン・キッドさん、サン・ジャッキントさん、3302メートル。たくさんの風力発電機、この谷は全米有数の強風地帯です。ホテルの庭、ここも風情はありません。庭には5個の大型浴槽、コンクリート作りです。全米有数の美肌の湯、源泉かけ流しです。まさに露天風呂ならぬ砂漠風呂ですね。水路はかけ流された温泉です。庭とホテルの間にプールがあります。おう、バックシャン。